M 会長は、長崎県の北部にある町である、北松浦郡に属した。2010年3月31日、鹿町町と共に、佐世保市へ、編入合併し自治体としては消滅した。ここでは、現在の佐世保市の一地域としての M 会についても、記述する。長崎県本土地域の最北部、北松浦半島中北部を超域とし、 佐世保市の中心市街地から北西へ約2 0トルの場所に位置する。町域は M 海川が東から西へ横断し、北西部は半島に切り込んだ M 海湾に接する。北部、南部は丘陵地が広がる。2010年3月時点に M 海町では長坂、イノシシ町の大技が設置されていたが、1957年に大技の表示を廃止した。 2010年佐世保市編入時に、地名末尾の、面の文字、及び障子を廃止、旧来の面の名称に、M 会長を冠した町名に変更された1955年、北松浦郡田平町より編入。田平町発足以前の自治体である、旧南田平村時代は、下寺の大技を鑑賞していたが、M 会長編入時にこの大技は採用されなかった。 このため1957年の大阿ザハイまで町内で唯一大阿ザなしの区域だった。1959年、埋め立て地造成により成立。江迎は古くから交通の要衝であり、江戸時代には平戸藩の本陣が置かれ、平戸王冠の宿場町として栄えた。交戦による町長北松浦半島では、半島内の各地域で石炭を産出し、 北松丹田として栄えた。そのためかつては町内にも数カ所の炭鉱があったが、1960年代にすべて閉山し、現在は農業が中心である。また、町おこしの一環として、誰にでも手軽に始められる、チリめん細工の M 階眉玉をスローガンに、町民の団体、花でまりが結成され、眉玉をアレンジした、手まり決め込み人形を全国に先駆けて、 手作り生産をしている。一般国道県道主要地報道その他の県道、その他の道路。ありがとうございます。